皆様、こんにちは。中国武術研究院横浜武術院の鳴沢誠治です。本日もですね、中国武術の歴史を解説いたします。はい、では本日は、隋唐五代十国時期の中国武術史になります。時代としてはですね、220年から280年、三国時代が終わりました。その次から今日は展開をいたします。そして三国時代はですね、265年から316年司馬遠ですね、が武帝が統一いたします。これは秦という王朝になります。260年から316年、この時代はですね、中国武術もですね、中国の国技であります。中国の歴史とともに、密接に結びついています。これ日本も同様でですね、権力と武芸、武道というのは両輪の車のように似ているんですね。はい、やはり走るという上でも、そういった2つのエネルギーという部分が大事になってくると思います。はい、では今回はですね、この秦というのを建国していくんですが、50年も持たずに五胡と呼ばれる遊牧民が入ってきてしまうんですね。はい、これから五胡16国という時代に入ってまいります。はい、で中国大陸はこのように非常に広いです。でこれが日本ですね。そして中国はこれだけの幅があります。はい、ですから中国大陸の周りですね、というのもですね、モンゴルの方の内モンゴル、それ外側のモンゴル、そして満州族、そしてロシアのあたりからも移動してきます。そして朝鮮族やそういったウイグル族ですね、そういったものと融合して大陸に入り込んでいきました。そして五胡という名称になるんですが、これは強度、血、戦費ですね、帝、強、この5つの遊牧民が中国大陸に入ってまいります。そこでですね、やはりまた国は動乱を起こしておりまいす。そして16カ国の国に分かれてですね、合わせて五胡16カ国というふうにいう時代に入ります。はい、なんとか統一したんですが、やはり中国というのはですね、非常に軍事という部分が重要な理由がそういうところにも分かります。そしてですね、この後は不安定化は続くんですが、439年にですね、北の異民族王朝の北魏ですね、そして南に移動した南の漢民族ですね、420年に宋を建国して南北朝時代という時代が始まります。ですね、時代としては北魏386年で、この北魏は今日は後半に、とても重要な役割を果たす時代になります。それ宋ですね。はい、そういった国に分かれて南北朝時代。南北朝時代というのはですね、ようやく少し安定していくんですが、やはりその前の五胡十六国という時代も実は悪いものばかりではなく、異民族というのが移動するんですね。ですからその結果、北魏の時代に仏教がですね、入ってくるんですね。シルクロードの方からずっと続いて、そして騎馬民族が多くなりますから、非常に移動がしやすくなっていきます。まあそういったことも含めてですね、南北朝時代という部分になってまいります。はい。では、その後に参ります。次は、南北朝時代ですね。その後に隋の建国という時代に入ります。はい。そして北魏と、そうですね。そここもですね、やはりまた分裂を繰り返すんですね。そこで隋の建国、これ楊堅というのが初代です。そして2代目が煬代ですね。これは日本でもとても有名な人ですね。煬代ですね。これは日本は飛鳥時代、聖徳太子です。はい、聖徳太子と遣隋使の外交というのを始めたのはこの煬代です。そしてこの時代にですね、かなり文化的にもですね、成熟してまいります。そして科挙の制度が始まります。そして中国武術もですね、武挙というものが始まるようになって、試験評価制度ですね、
役人になれるようになるんですね。そして、報酬も上がります。だんだんとですね、職業化というその中国武術を行う人間が出てまいります。はい、では隋の時代ですね。はい、これはですね、だんだん、今日は、大事な中国武術の中でも重要なものが出てきます。これは先ほどの北魏ですね、古文帝という方がいます。そして仏教の伝来がですね、盛んになるんですね。その中でこの高文帝はですね、インド僧をですね、招きます。これは高僧伝という書物にあります。その中で、バツダという人物がやってまいります。これインド僧です。そしてそこで何を起こるかというですね、これは今の場所の現代の河南省東方県ですね。そこでですね、山の中に寺を作るんですね。それは一つは大出山と言います。これは大きい方です。もう一つは小出山と言います。これ小さい方です。そこの小出山の林の中に禅寺を建てるんですね。これが有名な少林寺になってまいります。この頃はまだインドから仏教の部分だけになります。そしてバツダは去っていくんですね。で次にですね、やってくるのがですね、ダルマです。有名なダルマですね。ダルマは自分からやってきます。インドからやってきます。その少林寺はこの北魏の大和19年、1995年にバツダが建てるんですが、その後にダルマがやってきてですね、520年です。インドから来訪します。そこでですね、ダルマがですね、少林寺で、易筋経ですね、これはヨガですね。そして、インド武術のカラリパヤットの初期のもの、武術です。それが中国大陸で融合して、そして整備されている。そして漢学に取り込まれていきます。そこが少林寺の武術のスタートです。そしてダルマはですね、面壁9年、ね。壁に向かって9年間。そこで五聖ですね。そして禅。はい。ですからここでインドと中国との交流が盛んになってまいります。はい、ですからこの時代の背景というのはそういったものがありました。それからですね、少林寺が建てられる。その後は隋という王朝もですね、やはり乱れてくるんですね。そこで今度は唐の建国が始まります。これは李淵ですね、初代618年。そこ2代目が李世民と言います。そしてこれはですね、武将王政獣を破って唐の安定、そして隋のシステムを全部受け継いで整備し直します。そこが唐という王朝の長い安定につながります。中国の王朝というのはですね、一番長いのは唐です。そして二番目が秦ですね。秦は三隋の秦です。そして三番目が明になります。はい、そしてこの李世民ですね、は実はですね、先ほどの少林寺という部分と協力し合って13人の僧侶ですね、僧侶となってその最後の王政獣ですね、将軍です、これを破ります。この僧兵として協力することによって、この2代目の李世民は少林寺を手厚く保護します。そして、少林寺はどんどん発展します。ここはですね、このお話はこの少林寺の13人僧侶が協力する。これは1980年の映画少林寺に描かれているんですね。それはこういったお話から実は始まっております。少林寺ですね。今だいぶ雰囲気が変わりましたが、以前はこういう感じです。この後ろにあるのは小出山です。まだこの時はただの山ですね。徳善和尚ですね。私の時はこの徳善和尚でした。そして、この壁画ですね。少林寺の中ですね。ね。映画少林寺ですね。描かれています。はい。そして、少林寺というのは、易筋経から始まります。ですから、易筋経から始まりますから、少林寺の長寿。秘訣
そういったものから松林、十大武芸、天下の武芸、松林より伊豆という言葉も出てくるようになります。そしてだんだん松林貢献、その他の武術に大きな影響を与えるようになってきました。今日はですね、松林寺という武術のルーツというものを紹介いたしました。これまでの歴史をですね、まとめてみましょう。今日はですね、この秦の時代から265から316年、五胡十六国ですね、南北朝、隋、この600年間です。この600年間というのは、日本の場合は古墳時代ですね、和の五王の時代と言います。これ邪馬台国の滅亡から空白の300年という歴史が日本にはあります。そこからですね、聖徳太子が出てきて飛鳥時代、そして奈良、平安ですね、北東アジアにおける仏教伝来ですね、それ文化の発展、これは中国大陸における民族の大きな移動が日本にも恩恵をもたらしました。ですね、今日の地図的な部分で言うと、この古墳時代からこの奈良時代まで過ぎ、そして平安までかかってまいります。そこで、遣唐使にもなりまして、弘法大師空海ね、そして日本との文化の交流も非常に盛んになります。そしてこの仏教文化ですね、これは非常に立派なものです。はい、もうこうした、日本の国立博物館にもレプリカですが、こうしたものは置いてありますね。はい、こうした文化ですね、そしてこうした文様ですね、もう素晴らしいものに変わってまいります。そこで中国の文化というのは、この隋と唐の時代ですね、こういった、素晴らしいですね、文化が発展して、そしてここからだんだんちょっとずつ時代はですね、移り変わってまいります。はい、そしてここからはですね、だんだんと徐々に中国大陸とも日本とも交流が盛んになってまいります。そういったところも含めて、今度はだんだん鎌倉時代や、そういったところにも日本は移ってまいります。はい、今日はですね、隋、唐、五代、十国の時代の中国武術を送り出しました。松林寺という部分が出てきました。だんだんこれからはですね、個人名ですね、そういった部分や種目名、そういったものが盛んになってまいります。では今日もですね、中国武術史、中国武術の歴史を解説させていただきました。横浜武術院、鳴沢誠治でした。ご清聴ありがとうございました。またよろしくどうぞお願い申し上げます。